はい、えー。皆さん、こんにちは。グローバルインベストメントアカデミーの諸角です、えー。前回に引き続き、えー、長期積み立て投資についてお話をしていきます。えー、今日はですね、えー、具体的に、えー、このお投資商品のメリット、えー、どういったスキームであるのか、この辺をお一つ一つ見ていきたいと思います。まず、う長期積み立て投資、 のメリットの一番として、少額で分散投資が可能だということが挙げられます。こちらについては、前回のパートでもお話ししましたけれども、えー、大体月1万円から、私が入っている投資商品では90ドルということですから、もうちょっと安い金額かもしれませんが、大体月々1万円から、えー この投資商品に参加をすることが可能です。そして、5年おきに契約期間というのは選べますけれども、最長25年、あるいは商品によっては30年というあるところもありますけれども、そういった長い期間をかけて分散をしていく、それがこのスキームの特徴ですね。 そして、分散投資の考え方の一つである、その時間を分けて分散する、いわゆるドルコスト平均法をここでは採用しているということです。やはり、ファンドというのも価格の上下がありますし、もちろん安い時に常々買っていればですね、 非常に効率的に資産を形成することが可能ですけれども、なかなかその山だとか谷というのを見極めるのが非常に難しい。で、あるならば、決まった時期にですね、決まった金額で買っていく。高い時も安い時もそういったことをやっていけばですね、全体的な購入金額、 購入単価というのは下がっていくというのがドルコスト平均法の考え方、それを採用しているのがこの長期積み立て投資なんですね。また、こちらについては具体的な数字というのは次回以降お話をさせていただきますけれども、またメリットの1つとして保険機能が組み込まれているということなんですね。 こちらについては、長期積み立て投資、長期積み立てファンドと言いますけれども、この保険機能が組み込まれているということで、長期積み立て保険という言い方もされます。20年、25年、非常に長い期間の投資商品ですから、その間に何かしらの残念な出来事があるかもしれません。その時には、 そこまで、まあ、その時点まで積み上げてきた金額の101%分、まあ、1%分の保険がここに入っているということです。ですから、単に投資商品でありながら、なおかつ、まあ、生命保険のような扱いもできるということですね。 次に、こちらも、まあ、ドルコスト平均法に絡むお話ですけれども、毎月毎月ある決まった日に、まあ、自動引き落とし、指定の口座からですね、自動引き落としの機能もついてますので、感情にとらわれることなく安定した運用ができるという点があります。やはり人間というものは欲がある。 えー、生き物ですから、えー、なかなかですね、その相場に一気一遊しがちですけれども、基本的には長期にわたって、これはあ取り組んでいく投資なので、その相場に一気一遊しないためにも、えー、毎月決まったタイミングで、えー、もう勝手にですね、引き落として、考え方、ー、によっては、もう鼻からないものだと。 いうふうにすること考えることもできる。もうほっといてもですね、気がついたときには、資産というのが積み上がっている。というのが大きいんではないでしょうか。そして、ここには書いておりませんけれども、長期積み立て投資のメリットとして、福利での運用というのがありますね。福利についての考え方は、他の回でもご説明しておりましたが、 こちらは、投資した元金に利息が乗って、それが今度、また運用に回していくと、いわゆる雪だるま方式で、ですね時間の経過と,とともに資産が増えていく、こういった複利運用ができるというのも、この長期積み立て投資のメリットの一つです。 さらには、もし何か万が一のことがあった場合に、資産の継承がスムーズにいきます。先ほど保険のところで触れましたが、101%分の保険がついておりますので、ここの,この投資に参加するときにですね、契約者の他に そののの商品、まあ、金額の受取人とというのを指定すすることができますもし、指定することをしなければ、通常の法廷相続人の順番で、資産の、まあ、相続、継承が行われていきますけれども、そういった形で、ですねこの投資商品から、投資商品を使って、次の世代に資産を移していくと。 いうことが挙げられます、えー、代表的なあメリットについて、えー、このようにお話をさせていただきました、えー、今日のお話はあ以上になります